セリーウォークは、イングランドの都市バーミンガム南西部郊外にある住宅地区。この地区は、北東はボーンブルックとセリーパーク、北はエジバストンとハーボーン、西はウィーリーキャッスルとウィーリー、ヒル、南はボーンビルと境を接している。ウスターバーミンガム運河とクロスイコールシティ線は、この地区の北の境界に沿って通っている。セリーウォークは、 かつては、エセリーという名で知られていた。セリーという名は、スケルフレイスなわち、棚状の牧草地に通じ、おそらくは、第四期におけるハリソン湖の形成と消失の後に、残された氷河堆積物からなる地形のことであろう。W. ストーンによる、油絵、ザオールドセリーオークツリーセリーオークの伐採、1909年、オークの部分は、 ブリストルロードとオークトリーレーン、ハーボーンレーンの交差点にかつて存在していた大きなオークの木に由来している。木があった場所はオークトリーレーンの北側にある店の一つの上に掲げられたオークトリープレイスと記された1880年の古いビクトリア朝時代の街路名標識で示されている。ここにあったオークの木は 最終的には1909年に伐採されたが、これは、その少し前から、木の近くに家屋が立て込んで根を傷つけ、倒木の危険があるのではないかと危惧されたためであった。木は倒された後、切断されたが、切り株はセリーオーク公園に移設されて現存しており、セリーオークの名の由来となった、多くの古木の切り株。セリーオークのオークトリーレーンから1909年に、移設。 と記された真鍮の銘板が付けられている。2011年の時点では、切り株はほとんど腐ってしまっており、真鍮の銘板も腐食が進んでいたため、セリーウォーク公園ともの会によって銘板はレプリカに取り替えられた。取り外された元々の銘板は、ともの会によって保管されている。切り株の残骸はそのまま公園に残されている。 セリーウォークという地名の最も早い時期の記録は1746年のものであり、当時セリー地区が含まれていたノースフィールドウィーリーのマナーの文書に現れる。セリーウォーク公園に移された多くの古木の切り株を使った年輪年代学による分析の結果、この木が育ち始めたのは1710年から1720年にかけての頃であったことが判明している。 したがって、この木がランドマークとなったのは、ウスターシャー州のブロムスグローブからバーミンガムまで、現在のブリストルロードがターンパイクとして開通した1727年の以降のことである。もともとこの地にあったキングズノートンから、ハーボーンへの道とブロムスグローブからバーミンガムへの道の交差点は、セリーオークと呼ばれるようになる前には、セリークロスと称されていたようで、16世紀の 文献には、セレイクロス、セレイクロスなどと記録されている。ここにあった多くの古木について、サラないしサリーという名の魔女にちなんで、セリーオークと呼ばれるようになったとする俗説があるが、これには根拠はなく、おそらくは地名がサリーと綴られることがあったり、地元の人々がサリーに近く発音することを踏まえて、後から考え出されたものであろう。実際、 1789年にジョン・スネープが作成した運河地図には地名がサリーオークと記されていた。1985年3月、交差点周辺の道路改良工事の竣工を記念し、新しいスリーオークがブリストロロードの北側、ハーボーン・レーンとセーンズベリーの店舗敷地に囲まれた小さな三角地に地元の自治体関係者によって植えられた。 さらに2000年10月には2本目の新しいスリーオークがブリストルロードの南側のベントラ、エスコーナー、元の古木があった場所から見てオークトリーレーンの反対側に植えられた。さらにもう一つ3本目の新しいスリーオークといえる木がセエンズベリーの駐車場に隣接した1993年までザグレート・オークというパブの建物があった跡地に植えられている。 これらの多くの木はいずれも存続している。セリー多くは周囲の他の地区とともに同盟の市議会選挙区セリー多く区に属している。また行政上は4つの選挙区を合わせた範囲で成立している、やはり同盟のセリー多く地区委員会の下に置かれている。2001年の国勢調査ではセリー多くの人口は25,792人で、 人口密度は4236人、経平方メートルと、バーミンガム市全体の3649、経平方メートルより高かった。エスニックマイノリティは人口の15.9%しかなく、バーミンガム市全体の29.6%より低かった。バーミンガム大学に隣接しているため、この地区には学生が多数居住している。地区内には、ボーンビル校、 セーメアリー国教会小学校などの学校がある。また、各教派の神学校を中心としたセリーオーク、カレージズと総称される多数の学校があり、現在ではバーミンガム大学の一部となっている。現在は大学病院財団が経営している。セリーオーク病院は旧キ,キングズノートン組合級品院に入っているが、新しい施設に移るため、近く閉鎖される運びとなっている。 診療施設の建物は病室としては長い間使用されておらず、もっぱら事務室や会議室として使用されてきたが、現在病院の一部はアフガニスタンやイラクにおける戦闘の負傷兵の治療センターとして使用されており、さらにウェストミッドランズ地方における技師の政作と調整のセンターともなっている。この地域の病院として存在してきた。 セリーウォーク病院とクイーンエリザベス病院は一体となって大学病院財団を構成しているが再開発計画が進行している。現在のクイーンエリザベス病院の敷地でバーミンガムスーパー病院の建設がすでに始まっており2010年に部分開業2012年6月の全面完成目指されている。この新しい病院が全面開業した段階で セリーオーク病院は国民保健サービス病院としての役割を得るものとされている。セリーオークは隣接するボーンブルックともどもバーミンガムニューストリート駅とリッチフィールドトレントバレー駅、レディッチ駅を結ぶクロスイコールシティ線のセリーオーク駅の利用権にある。この駅はバーミンガムウェストサバーバン鉄道の駅としてウスターバーミンガム運河から敷地を借用して建設された。 開業は1876年で、当時は単線の鉄道がバーミンガムニューストリート駅とスターチリーストリート駅を結んでいた。ミッドランド鉄道がキャンプヒルセンを利用して、自社の列車が方向転換なしにバーミンガムを通過できるようにするという目的で施設を買い上げると、線路は南に延長され、キングズノートン駅でバーミンガムグロスター鉄道と接続し、 全線が複線化された。その後、1930年代初めに線形が少し変更されたが、急線の痕跡は、ブリストルロードを超えるガードの隣に、現在も見える形で残っている。かつて存在した、ブリストルロードの路面電車とその車庫は、1952年にバスに置き換えられた。電車車庫は、2005年頃に解体されて跡地は、 集合住宅となり、セリーオークのバス車庫も1986年に廃止されて、1990年頃から貸し倉庫に改装された。この地区には様々な公共施設が整っている。セリーオーク図書館はセリーオーク郷徒主グループの拠点となっている。カール・ブリッジ・ウォーター殺人事件で告発され、冤罪で投獄されたブリッジ・ウォーター4のうちの一人は、 現在は亡くなったパブドッグパートリッジで逮捕された。王子にはドッグパートリッジやザ・オークなど現在よりも数多くのパブがあった。かつては映画館もあり、毎週土曜日の午前中には子供向け映画クラブの活動の場となっていた。この映画館は現在のセインズベリーの敷地にあった。セリーオークには大規模な墓地として1895年に 設けられたロッチヒル墓地があり、1911年以降は、バーミンガム市当局が経営に当たっている。正門入り口は、キビンズロードとシェンリーフィールズロードの交差点付近で、ウィーリーパークロードに面して設けられている。セリーオークの聖メアリー協会、聖メアリー協会は、メッキ工場で成功したジョージ・リチャーズ・エルキントンが、建設資金の大部分を拠出し、バーミンガムの建築家、 エドワード・ホームズが設計して1861年に建立された。この教会の敷地内にはジョージ・リチャーズ・エルキントンとその最初のつまめアリー・オースター・エルキントンをはじめエルキントン家の人々が何人も埋葬されている。教会にはエルキントン家の人々を検証する真鍮の銘板が設けられており面白いことにビクトリア朝時代に流行した妖精を思わせるスタイルで 当時の服と中世の服を混ぜ合わせたような衣装に身を包んだアフサイの姿が映し取られている。かつてはセリーウォークにもエリオッツメタルやバーミンガムバッテリーメタルなど少数ながら工場があった。最初の大西洋横断電信ケーブルはセリーウォークで製造された。エドワード・モンクス造船所はセリーウォークのダドリー運河とウスター・バーミンガム運河の接続点にある。 BBC ドラマビレッジはセリーオークに置かれており BBC が2000年に放送した昼の連続ドラマドクターズが撮影されたミルヘルスセンターもセリーオークにある。セリーオークは20世紀のほとんどの時期を通してブリストルロードの拡幅計画によって市街地交配が進行してきた。20世紀後半にはセリーオーク中心部のブリストルロード沿いにおいて 数多くの歴史的建造物が破壊された。しかし、2005年に、この地域における重要な再開発計画が承認された。2011年8月には、セリーオークと近隣のボーンブルックを通るブリストロロードの渋滞を緩和するため、新たに1 5トルのバイパスが開通し、合わせて公共交通機関の改善や、その他の施設の改良が進められた。 計画は、ウスターバー・アミンガム運河を通す水路橋、クロスイコールシティ線の新しい鉄道橋の建設を含んでおり、さらに、セリーオークとラパール、ヘールズ応援を結ぶ運河であるダドリー第二運河の、ごく一部を再開して、加工範囲を広げ、運行拠点を設ける余地を残している。2013年3月から始まる、この計画の第二段階は、 バーミンガム大学の学生宿舎整備計画のための地ならしという面もある。強制的追い立ては2013年1月から開始される予定である。セリーオークポンプ場。ありがとうございます。